はいどうもヒョドルです。キングダムハーツ2ファイナルミックス続きをやっていきたいと思います。王様はまた先に行っちゃったよ。なんとね、はい、今城ノーバディの本拠地ですかね、13機関の本拠地に攻め入ろうというところですね。カイリーを助けに行くところです。断片を紡ぐ道。お、なんか懐かしいハートレスが出てきた。出てくるのハートレスか、なんか、まあ、よくわかんないですけど、えい、めっちゃ出てくんな。これ無限に出てくるかな、もしかして。どうしよう、なんか倒す。あー、これはなんか無限に出てきそうな雰囲気がしますね。無視。雨だ。あれが城ですね。ドナルド、グーフィー。え？キングブレード。お、戦闘開始か。うわ、いってちっちっち、痛い痛い。なんやって、か完全にイベントバトルだと思いました。ちょっと負けバトルじゃないとかびっくりじゃないですか今の。やばいな。うわ、リフレが、うわ、なに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 、なに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 、ちゃんちゃん、刀流って6冊じゃないのかな。おっしゃ、うおー、あー、当たった。違う違うちゃう、わしはリターンしたかったんや、間違った。お、じゃあ無理だろ今の。あ、違う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 、いてーいてー、違うくそ。ちょっと作戦というか、なんというか、使わないこのサンダガを、どうしようかな。エリクサーにするか。ほら、終わりだ。あ、くそ、当たってよ。バグネラが当たんねえ。くそー、あ、やばい、ひゃーひゃーひゃー、来ないで来ないで来ないで、おー、避けた、いって、うほー、
逃げのフェーズ、逃げのフェーズ。うわあ！うほ！あー、やばい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 、怖いよー。やば、これエリクサー、いって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 、受けてみろ、おっしゃ、あっ、この野郎、あー怖え、マジ怖え、うわー、おっしゃ、あ、うう、う、意味不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 、これ無理っす、あー無理っすわ、やっべやっべ、エリクサー、よーし、どうよ、え、あー、なんか浮いてる、なんか浮いてる、スライドターン、え、今いい感じあった気がしたのに、うわー、うわー、ダメだ、リターンしよう、よし、くそ、もうちょいな気がするのに、ああ、ああ、違う、くそ、スライドターンやった、丸押しちゃった、ああ、くそ、いやけど勝てるぞ、もうちょいや、うわぁ、おっしゃ、あー、ちょっともう意味不、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 おぉちょっとこれ熱いんすけど、うわぁ、いけいけいけ、いけ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 、お願い、死んで、ごめん、ミリから死なないの、ほんとどうにかして、心臓に悪い、あー、うそー、うわ、もう今の勝てたやろ、けど対処法は見えてきたからなんとかいける気がするぞ。マグネラはラナせいかわかんないですけど、ちょっと外れちゃうんで今は使えないな。よし、いてー、よし、だいぶ少ないダメージでここまで来れましたよ。いい感じじゃないこれ。これは絶対避ける、絶対避ける、絶対避ける。で、マグネラ。痛え。うほ。やだ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 。
来るか来るか、うひおし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 、入った入った入った、リミットフォーム、おし、これ多分真ん中行くっしょ。あーっとだよね。よし、リターン。これを避けてリフレック、もう一発リフレック。あーやべ、リフレックからのこれでエリクサーもう使っとかなきゃ。おっしゃー、勝ったー、わー、よっしゃー、あー長かったー。結局ジエンドできなくて、あれはちょっと残念ですけど、あの演出見たかった。誰だ、闇の住人さ。まさかリク、リク、リクは俺が倒した名前。なんだと？教えてくれ。お前が選ばれたわけよ。おお！はあ！はあ！知りたいか。君は何も感じない、実感できない、意味が欲しいか。新しい君だ。やっとお目覚めかい？アクセル。いや、眠りにつくのかもな。もうすぐこうして意識だけの会話さえできなくなる。元に、元の自分の姿に戻るんだな。ずっと考えてた。ナミネも言ってたんだ。ロクサス、お前には心があるんじゃないか。いや、俺やナミネにも。
俺たちには本当に心はないのか。それは俺にもわからない。そうだよな。でも心なんて見えるものじゃない、感じるものじゃないかなって思い始めたんだ。だとしたら、いや、今はやめとく。あ、なんだよ肝心なとこで。答えは空が見つけるよ。あいつは俺だからそうだな。懐かしいな。記憶してるか、初めて会った時、お前に新しい名前がついた日、こうしてここから夕日を見たんだ。ああ、俺の故郷だ。みんな、ハイネ、ピンツ、オレット、元気かな。また会いに行けばいいさ、答えを探しにな。うん、だからもう行かなくちゃ。空が待ってる。ああ、そうだな。やっぱこのアイスしょっぱいな。またな、アクセル。またな、相棒。さすがは俺の。さすがは俺の。大丈夫？俺、どうしたんだ？わからないよ。空は消えちゃうし、僕たちはノーバディと戦ってたし。そうか、あの男、リクを倒したって言ってた。誰が言ったの？誰って、黒いコートの男。リクは倒されると思う？そうだよな。黒いコートなら13機関だね。空を騙そうとしてるんだよ。僕たちは誰も見なかったしね。え？疲れてるんだよ、そら。そう、お城の入り口を探さなくっちゃ。切ねえ。やっぱなんかちょっとこのロクサス絡みの話は結構ジーンときますよね。いやあ、あっ変わっちゃった。こっちでいいのかな。おお、なんかしれっと王様いてる。なんかインデペンデンスデーみたいやな。行き止まり？道は必ずあるはずだよ。
お、カイリー。そしてどこにでも侵入する、これ誰だっけ、プルート。私たちをどうするつもり。お前は空を怒らせる道具だ。どうしよう、このままだと空は私のせいで。なんかまた開いた。こっちへ来て。おお、ナミネ。誰？自分を信じて。さあ急いで。ナミネもノーバディなんですよね確か。誰のノーバディなんだろう。カイリのノーバディなのかな。お、道が開けた。カイリ、もうすぐだからな。イエーイ。それぞれ特徴があるからそこを狙って戦うのがいいね。攻略しろってね。結局リフレがしてきゃいいんでしょ。ふふ。お、いいね。お、ハイポーションが買える、やったぜ。じゃあまあこれは買っときますかね、金ならあるんや。でなんかドナルドはなんかね、どっかで、どこだっけな、なんかパイレーツオブカリビアンのとこらへんでなんかね、いい感じの拾ったんすよ。今日これ攻撃4の魔法3か。これは魔法3、魔法5になるのか。これでかいな。じゃあバーッと使っちゃおう。ええよ、買ったるよ。合成もなんかできるようになんないかな。素材リストじゃないわ。レシピ解読。お、プチリボンが作れる。おお、プチリボンの効果が知りたいところですけど、ああこの辺最強武器なのかな。狭間とか黄昏は多分どこで手に入るんだろう。トワイライトタウンで戦ってたら手に入りそうな気もしますけどね。まあいいや、プチリボン作っちゃおう。で潤いの魔石で、あけどあんまり経験値上がんねえなこれ。まあいっか、使っときましょう。で合成プチリボン、すべての耐性が少しアップします。やったぜ。んでアイテム合成、あこの辺は作ったやつが出るのかな。この辺はまあって感じですね。よし、あとはハイポーションエーテル、まあエーテルがいいかなって気もするんですが、どうしよっかね。ハイポーション5個、まあまあまだいいかな。じゃあドナルドに、ワイズワンドと、グーフィーにナイトディフェンダー。あでアクセサリーなんか装備できるようになってる。じゃあソラに、この辺ねステータスも上がるんでね、1だけどなんか AP アップつけりゃいいやってことで、じゃあ、あけど AP
HP つけるなら、あ、今日この辺魔法力ガンガン上げてるな。んじゃあやっぱりグーフィーかな。グーフィーに、コトミックリングを装備します。で、どれがいいかな。ミッドナイトアンクル、プチリボン、ダークの耐性がちょっと下がるけど、まあいっかな。これで、で、イージスチェーンをミッドナイトアンクルで、まあ防御も、耐性もいいけど防御も上げようみたいな感じでいきますかね。こんなもんかな。あ、あとあれだ、巡り合う二人。あ、これつけるの忘れてたな。まあいいや。お、すごい、魔法攻撃も強気、これしかねえわ。うん、よし。ってことでですね、いやー長かった、大変だったわー、けどなんとか勝ててよかったです。もうなんか全く進んでないですけどね。まあまあなんとか乗り越えて、これから本当に最終戦になるのかなっていうところで一旦切りたいと思います。どうもありがとうございました。